最後の晩餐は、バロック時代のフランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが、板に、油彩で制作した油絵。この、最後の晩餐は、カテリーネ・ネレス・クイエルが、彼女の父親の記念のために制作を移植したもので、ある。ルーベンスは、メヘレムの聖ロンバウツ教会の祭壇画の一部として、この作品を描いた。この作品は、 最後の晩餐のイエスと使徒たちの姿を描いたもので、イスカリオテのユダは青い衣をまとい、干渉者の側を振り返るように、食卓から目を背けている。イエスを別にすれば、最も目立つ人物は、ユダである。ユダは、握った右手を口元に当て、画面に描かれた他の人物たちと視線を合わせるのを避けており、神経質な様子を表現している。周りのイエスは赤い衣をまとい、 頭の周りに黄色い後輩があり、中空を見上げる姿で描かれている。イエスは画面の中央に描かれ、使徒たちはその左右に6人ずつ描かれており、イエスの手にはパンの塊があり、その前の食卓上にはワインの酒が置かれている。画面中のすべての人物の中で最も光が当たっているのがイエスであり、画面の最も左に描かれている人物が、 最も暗い影の中に描かれている。この場面は最後の晩餐の進学的重要性を完璧な合成を表しているとされるが、これはパンとワインの祝福と、それが裏切りの暴露というしても決定的に重要であることを意味している。多くの北方絵画の描写に見えるように画面に描かれた骨を加えた犬はおそらく単なるペットである。 しかし、犬が伝統的に信仰心の象徴とされてきたことを踏まえると、この犬は信仰心を象徴している可能性もある。ジェイ・リチャード・ジャドソンによれば、ユダの足元に描かれた犬は、ユダの飼い犬であり、ヨハネによる福音書13時27分にあるように、貪欲ないし邪悪を表彰しているのではないかという。ルーベンスは、この作品以前の1611年に、 初めて最後の晩餐の絵画を制作しようと試みていたが、おそらくはルーベンスが4000ギルダーという高い報酬を要求したために最後の段階で依頼者が手を引き、制作は放棄された。レオナルド・ダヴィンチの最後の晩餐のテンペラによる壁画はルーベンスに大きな影響を与えており、ルーベンスはダヴィンチの最後の晩餐を模写したエッチングも制作して、 初めて全面的な人間の感情の表現を試み、版画作品はピーテル・サウトマンによって印刷された。ルーベンスはまた人文主義的理念にも影響を受けており、それを通して聖書の主題を取り出していた。ルーベンスは作品を仕上げた後に、自らそれを模写した版画を制作することがよくあった。こうした版画作品は他の画家たちが自作のために参照していた。 そうして制作された模写も収集家たちの収集対象となっていた。こうした版画や模写も存命中のルーベンスの名声を高める一助となっていた。ありがとうございます。